いつも私が使っているノラレレの装備を紹介したいと思います。まずウクレレですね。以前だとノラレレはこのフリー一択だったんですけれども、もう9割方近所の公園か近所の川っぺにしか行かないんですよ。なので今はその時の気分で好きなものを選んでいってます。伊豆の時もありますし、ということで、まあ大体ソプラノを持っていくんですけれども、で次がですね、コード入れたバインダーですね。現在我が家にはコード風のバインダーが8冊かなあります。1冊だいたい50曲閉じてあります。以前は穴開けて閉じるバインダーも使ってたんですけども、気分によってバインダーの中身入れ替えたりするんで、今はこういうポケット式のものを使ってます。これを、まあ、1冊好きなのを選んでこうリュックに入れて持っていくという感じですね。小物用の巾着袋ですね。毎回何かしら忘れるので、必要なものをまとめて巾着袋に入れてあります。まずクリップチューナーですね。携帯のネジ回しとカポ、最近気に入ってるアイバニーズのエラストマーと、マルピックシントミディアムですね。そしてクロス、これだけ入ってます。こう入れてですね、ウクレレのペグにかけます。こんな感じで、これをですね、ウクレレと一緒にリグバッグにしまうわけですね。こんな感じで、タブレットですね。これは Amazon の Fire です。パソコンにはですね、今500曲ほどコード譜入れてるんですけども、さっき紹介したバインダー1冊だと曲全体の1割ぐらいじゃないですか。まあ、あの曲ちょっとやってみたいなっていう時がまあまああるわけですよ。そういう時は見づらいですけどね。タブレットを使って、曲検索して練習するなんてことをしてます。それとまあ今撮影で使ってるんでお見せできないんですけども、 iPhone ですね。ウクレレと iPhone だけで出かけることも結構多いです。まあ、天気いいな、ちょっと行ってくるか、ふらっと出かけて、まあ、30分ぐらいで帰ってくるみたいな、そういうパターンですね。 iPhone だと、まあ、エヴァノートに入れてある曲を 4G 回線通じて検索して、それを見ながら、ちょっとちっちゃいですけどね。サブ装備です。折りたたみの椅子ですね。これと譜面立てです。これ地面に置いて使うんですね。基本的にはこうテーブルに置いて使う譜面立てなんですけれども、低い椅子で座ったり公園の椅子に腰掛けて弾くなんて時にはこういう譜面立てで全然大丈夫です。あと新聞読んでもいいんですけども、持ち物のね、汚れ防止です。主には特に折りたたみ椅子使う場合は、その場所がね、土の地面ってことも多いんですよね。ですので新聞を広げてその上に荷物を置いておきます。リュックとかね、さっき紹介した折りたたみの椅子も直接地面に置くと、まあほら下側に砂ついちゃうじゃないですか。なので新聞広げた上に、折りたたみ椅子置けば後片付け楽なんですよね。僕も最初は、折りたたみ椅子に砂がついてですね、バッグの中、砂だらけになって不快な思いしましたんで。あとまあ新聞はね、使い終われば捨ててしまって構わないですし、もしね、ノラレレをしすぎて遭難した場合には直接こう体に巻いてですね、その上から洋服着れば体温低下を防げますからね。あとは撮影用の巾着ってのがあります。 IQ7 用のウィンドウジャマーですね。風が吹いてもこうドーっていう、風の音が入らないようにするためのまあ、スポンジですね。で今は撮影で使ってるんで紹介できないんですけども、ミニ三脚と、ズームの IQ7、 いわゆる iPhone につけて使うマイクですね。これが、撮影用装備の巾着袋の中に入ってます。なんで今日はちょっと外で動画撮ろうかなって時にはこれ持ち出していく感じですかね。以上、参考になれば幸いです。